はじめもん57個ですね。57個目、ドラフトエディットパブリッシュ。結局ポッドキャストも紙の本も全部ドラフトエディットパブリッシュで説明がつくなぁという気がしてきたので、個人的なメモですが、忘れないうちにボイスメモをしておきたいと思います。個人的なメモです。はい、ドラフトエディットパブリッシュ、ドラフト、まあこれ書き言葉で言うと草稿ですよね。ドラフト、ざーっと書くわけね。思いつくままにこうとにかく書いていく。で、昔は手書きするしかなかった。それがキーボードで草稿を打つようになった。今は声でボイスドラフトを書くようになったっていうね、ことですね。で、これはもうどこまでどういうふうに語るかですね。ボイスドラフトね。だからこれは原稿もそうですよね。紙の場合も文字の場合も。どこまでラフにドラフト、ラフドラフトにするのか、ある程度こう考え抜いたドラフトにするのか。これはまあいろいろあって、ただそのドラフトを書くプロセスってやっぱり一番面白いわけですよね。ビールもドラフト、生が一番美味しいわけで、ボイスもドラフトが面白いし、実はね、それこそいろんな草稿、ドラフトが本になって出版されたりってことも、まああるわけですよね。そこを読むことで実はその完成された、パブリッシュされた作品の本当の意味がわかるなんてことで、ドラフトはやっぱり重要なんですよね。